いつどんな時でも警告もなくボタン一つであなたや知人が消される世界を想像するのは難しくありません第二次世界大戦後の45年間を生きた何百万人にとって現実の世界それは冷戦でした世界中で睨み合っていた米国とソ連は互いを破壊しうる核兵器を保有していると認識していました キューバミサイル危機の13日間ほど破壊が迫ったことはなかった1961年アメリカはキューバの新共産主義政府の打倒を試みましたがビッグスワン事件は失敗に終わりキューバはソ連へ援助を求めることになったニキータ・フルシチョフ首相は解諾しキューバに核ミサイルを秘密裏に配備し 島の防衛目的に加え米国がイタリアやトルコに置くミサイル脅威に対抗する目的もあった。米国の諜報機関が計画に気づいた頃ミサイルの材料がすでに準備されていた。1962年10月16日に緊急会議が開かれ、軍事顧問はミサイル設置場所を空爆し、島に侵攻するよう主張しましたが、ケネディ大統領は慎重な手法を選択した。 10月22日、米海軍がキューバへ向かう船舶を阻止すると宣言した。しかし問題は、海上封鎖は戦争行為に当たると考えられた。ケネディはこの行為は隔離であり、生活必需品は阻害しないと訴えたが、ソ連は認めなかった。フルシチョフはケネディに手紙を書き、国際水域と空域の自由使用を侵害することは侵略行為にあたり、 人類を世界核戦争の破滅へと陥れると憤慨しました。こうして、冷戦中で最も緊迫した6日間が始まった。米国がミサイルの撤去を要求し、キューバとソ連はただの防衛目的だと主張した。武器が引き続き配置される間、アメリカは起こりうる侵略に備えました。 10月27アール・アンダーソン少佐の偵察機がソ連のミサイルにより撃墜された同日核武装したソ連の潜水艦をアメリカ海軍が浮上を促そうとして小型爆雷で攻撃しました潜水艦の司令官たちは海中深くにいて地上と連絡が取れず戦争は始まったと思い核魚雷の発射準備をした決断は司令官3人による満場一致での承認が必要 艦長と政治将校は発射を承認しましたが、副艦長のバシーリ・アルヒーポフは却下しました。それは事態を回避し、世界をも救いましたが、危機は終わっていない。アメリカ軍は歴史上初めてデフコン2体制を取りました。核戦争の一段階下の防衛体制です。何百もの核ミサイルの発射準備がされ、世界終末は真夜中まであと一分を指していたが、 外交は続けられた。ワシントン DC で R. ケネディ司法長官とソ連の外交官 A. ドブルイニンは密かに会談を。緊迫した交渉の後、次の提案に合意しました。米国はトルコとイタリアからミサイルを撤去し、キューバを侵略しないと約束。代わりにソ連は国連の査察のもとキューバから撤退。会談後、ドブルイニンはモスクワに電報を。 一国を争うこの機を逃すべきではないと。翌朝9時、フルシチョフから伝達が届き、ソ連はキューバからミサイルを撤去すると宣言。ようやく危機が去りました。当時、ケネディとフルシチョフは、それぞれの政府から敵と交渉したことを非難されたが、現代の歴史分析では、外交的に危機を回避した手腕が称賛されています。しかし懸念すべき教訓は、 些細な伝達ミスや司令官のとっさの判断次第で、その努力が無駄になったかも。実際、アルヒーポフの勇敢な決断がなければ、近い状況になっていた。キューバ・ミサイル危機は人間が起こしうる脅威に対して、政治がいかに脆いかを明らかにした。テッドエイドは可能な限り多くの言語で質の高い教育コンテンツを、できるだけ多くの人々に無料でお届けできるよう努めています。ペイトリオンに寄付して、 非営利団体の私たちの活動を支援してください。そしてチャンネル登録もお忘れなく。